願いいたします。お客様の裾を踏まないようにご注意ください。Miss Cabo Verde, she gave me a business name.各国と地域を代表する38名のミスたちと2019ミスインターナショナルに選ばれましたスリートーンリアナワットさんにお並びをいただきました。それでは中締めのご挨拶は2022ミスインターナショナル日本代表松尾紀子さんよりお願いいたします。を代表する38名のミスたちと2019ミスインターナショナルに選ばれましたスリートーンリアナワットさんにお並びをいただきました。約40名のミスのためにこのような会を開いていただき誠にありがとうございます。
今回新潟は2回目で、前回もミスインターナショナル日本代表としての活動の中で5選手の5000ミットを PR するっていう活動で伺いました。でその時にまた新潟に行きたい言っていながら、またミスインターナショナル日本代表として来るのはいつかな、もうないかなと思っていたら、最後の最後でこうしてまたここに足を運ぶというか呼んでいただいて来ることができたこと、すごく嬉しく思っております。そしてミスインターナショナルというのが美と平和の親善大使ということで、もちろん今度、12月13日に開かれる世界大会で1、2、3、4、5順位は決まってしまうところはありますけれども、何が一番目的かというと、こう各国のミスたちが親睦を深めて国同士が仲良くする、そういうところが一番の目的となっています。でなかなかこうやって全員が多くのミスが集まって交流するという機会も正直なかなかたくさんはありません。でもこうやって、皆様、新潟の皆様に私たちを呼んでくださって、皆様とそしてそれぞれミスたちがこうやって交流を深めることができましたことをすごく嬉しく思っております。本当に今日はありがとうございます。というのが美と平和の親善大使ということで、もちろん今度、12月13日に開かれる世界大会で1位、2位、3位、4位、順位は決まってしまうところはありますけれども、何が一番目的かというと、こう各国のミスたちが親睦を深めて国同士が仲良くする、そういうところが一番の目的となっています。でなかなかこうやって全員が多くのミスが集まって交流するという機会も正直なかなかたくさんはありません。でもこうやって、皆様、新潟の皆様に私たちを呼んでくださって、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。よかった、よかった。これもちょっとだけ歩く。ありがとうございました。2022ミスインターナショナル日本代表松尾紀子さんよりご挨拶を頂戴いたしました。それではミスの皆さんがご退場されます。皆様どうぞ大きな拍手でお送りください。これだけ持ってて、私ちょっと歩くから。どうしたの？ビリペンいないんだ。各国と地域を代表するミスの皆さんですが、今朝からこの新潟にて活動してくださいました。大変な寒い中での活動、寒暖差もある中で、皆様への体へのご負担、おありのご負担での活動が待っておりますが、どうぞ十分に体調にご注意いただきながらお過ごしをいただければと思います。ミスインターナショナル世界大会、それに合わせる形で、この各国と地域を代表するミスの皆さんが今回はこのような形で新潟にお越しいただき活動しております。それでは改めましてミスの皆さんにご退場いただきます。どうぞ大きな拍手でお送りください。Bye-bye.
までPhillippines.